片っ端からこれ除染して、空気吸っちゃっていいんですかね。まあ大丈夫でしょう。なんだこれは、ま、黄色いテープは貼ってないよ。だからこの辺は帰宅困難区域ですから、はい、入っちゃいけないんですよ。本来は。本来はダメなのかね。だけど何にも標識も何も出てないですね。大きい標識とか、こっからダメよとか。チェックも何もやってないってことでしょう。ね、おそらく。警察車両もあるのかな。まあ、最終的には警察車両に止められて、もう入っちゃダメよって言われるんだと思いますけど、いやいや、そうダメだな。いや、まだここで U、ここで U ターン制ということですからね。対向車注意だけですね。みんなすごい重装備でやってるんですけど、我々あの空気吸いまくってますけどね、うん、重装備だけど下は半袖 T シャツで平気で歩いてますね。うん、もう右折ですよ、うん、ここ右折で U ターンしようってことでしょ。ここで、ここから先はもう、はい、うん、ここから先はダメですね。じゃあ U ターンしますか。うん、左折？左折？右折じゃないかも。なんかペペ立ち入り禁止。だ、一軒一軒、うん、なるほど、こうやって除染ってしてるんだ。木も切ってやるわけ？え？ですよね。撮影してて怒られるってことはないよな。大丈夫だよ。東京電力の秘密を暴くみたいになっちゃうとまずいし。結局高田公園をぐるっと回るようになるのかなこれ。よくわかんないけど。除染ってのは足場を組んで一軒一軒やってるわけですね。ねえ、作業ですね。あ、もうここからバリケード張ってありますもん。バリケード張ってありますね。まあ立派なね、まだいいうちで、これここへもう帰ってこれないかもしれないわけでしょ。でも除染をしてるってことは帰る、帰させるという意思はあるわけだ。うん、だから除染だってこんなもん雨降りゃ山から水いっぱい流れてくるわけですから、やったってやったって言い方は永遠に追いつかないですよ。うん、一生懸命やってくれてるんだろうけどね。この辺のでもこういう光景をテレビで見たことないんですけどね。うん、この黒い袋がいっぱい山積みの積みにされてるのはね、あの屋根を水ぶっかけて、うん、掃除してるシーンしか見たことないですよ僕。このうず高く積まれてないね。これ全部除染の作業でしょ。ですよ。なんか我々が珍しいみたいですね。みんな我々見ますね。見ますね。何なんだあいつらみたいな、うん、でもこれ全世界に流しますからね私。全世界流しますよ俺は。いわき、水戸、山形、うん、そこら辺ですねみんな。はいはい、従いますよ今度は。もうさっき通った道ですね。こんな谷間じゃない、全部ここ溜まるんじゃないかね。うん、溜まると思います。
これが除染の実態ですね。ちょっとショックだな。だんだん畑のようにこんな進んじゃってあって、あっちにさっきチラッと見えたのが原発なのかな。チラッと見えました。チラッと見えました、はい。北区困難域ってことはこの辺の放射線レベルは、うん、うん、かなり高いはずです。かなり高い、はい。なんか辛いね、こういう熊見ても。うーん、大熊町、富岡町だって2年半前のヘチマがあった川はそのまんまなんだもんな。なんとも言い難いな。またこれでもそういうプリウス軍団に会っちゃうじゃないかな。あのプリウス軍団一体何だったんでしょうね。3台積んでましたね。